ズビ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 、今週のチャマンチェスターでございます。チャマでございます。まあプロとかいろいろやってるけど、まあ、結局ウィレやるわけや。まあウィレもねやっていきますけど、どうね皆さん。ということでチャマ、スアレス、アザール、フェイルトップ下名手ポグバ、監督は一応変えないところで、ややつれちょっと愛称上げたいんでここ入れてますね。で、あと残り今ややつれをマチーディと変えるとして、ベンチ候補がウィリアン、アグエロ、ラカゼト、サンチス。このアグエロかラカゼト、どっちかがいなくなるかなという感じでございますけども、じゃあ元気でございます。さあ監督どうなの、ペップ、ヨハンシメン、あどうなのヨハンシメン、いやヨハンシメン、リトアグレライン、あいいね、でもね、あいいね、ポジションショートボス、ヨハンシメン強いな。うん、よさらしるわ。4-2-2-2。なるほどね。リチャード・クック、ペップ・ガルディオラ、なるほどね。4-2-1-3。フォアチェックアグレなんだよね。ライン高いな。まあ、チャマの構想には入ってこないかなという感じです。チャンピオンズリーグガチャ！ビダルチャンス？ビダルチャンスいっちゃう？ビダルチャンスいっちゃおう。当たんのかね。正直もうね、ビダル来なくていいかなとかも思ってる。だけども、男にはロマン注文があるんですよ。絶対来ないよな。絶対来ない感じするけど。しかもロマン求めて。旅人ですから。よし、来い。違う。ビダル来るよね。うん、バイエルいるもんね。よし、バルサがいなくなってんだな。カモン。まずは黒。ピンク、あこっちの足じゃないんだよね。左足じゃないもんね。出た。くー、コラロフ。好きだったけどね、キック力あるから。まだキック力あるね。無回転。まあ、何回も。根下でしょ、無回転、ピンポイントクロス。強いは強いんだけどね。あれ、バルデスとかどこ行ったんだろうね。元フィオレンティーナの。信じてくれ。ビダル来い。気持ち。願いは叶う。俺の気持ち、ビダル。おー、ちょうどいい黒、引いた。はい。これは誰だ、アウグスト・フェルナンデスか。ちょっとマイクロメンバー入れれるかな、ガチャ引ける、あ引けないよね、やっぱね。売らなきゃいけないな、アホらしいことしてますせ。ビダルマジで来てほしいんだけどさ。まあ、今週どうなのビダル、そういや。まあ、大したことないか。フェルナンジーニョ、シティ、あ、バルサの、バルサの、あ、ユベントスもいいじゃん。ユベントス、AC ミラン。なんで持ってんだろう。パリさん、あ、パリさんもいいじゃん。あ、マルキニョスちょっと微妙。ユベントス、アトレティコ、バイエルン、アトレティコ、シティ、ユベントス、ザーザ、AC ミラン。リアル、AC ミラン。あれ、AC ミラン何の時に引いたっけな、ユベントス。シュルストレム。ユベントス。シェイプアップ、シェイプアップ。マジで来てくれ。来ないのかな、ほんと。いるよね、いるよね。ビダ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 。はい、いる。そうだな、昨日のあのオープンレックで配信したバイエルン対アトレティコ、おもろい試合やったな。ちょっとビダルあんまり活躍してなかったけどね。来たビダル、俺が活躍させてやんよ。あれ誰だ、おお、トーレさん、なんで復活したんだろう。なんかポジショニングとか動き出しが良くなったってレオは言ってたけど、ラスト、マジでビダル来てくれ。マジでビダル。あ、黒。オッケー。いやー、誰なんだろう。
ラストガチャ、ヘススガメス。ラストガチャだね。もう1000円いくわ。覚悟決めた、チャーマン。ラストガチャ、1000円。それ以上はアホらしいわ。うん。ビダッちゃん頼む、マジで。まあ、それで GP 貯めながら、でも GP 契約に使うからな。どっちみちガチャで GP 使っちゃったら契約コインでやらなきゃいけないもんね。やっぱり、金河系クラブっていうのは簡単、一筋縄ではいかない。いやトマパルティ。なんちゅう名前だよ。トマ。いや、挟んどこ GP。GP 挟んどこ。マジでビダル来てくれ。もうビダルさん言えばね、もうガチャ引かなくて済むんだよ。金っぽいな。あ、大丈夫？あれ？確率大丈夫？セルダル・タシュチ。バイエルン・ミュンヘン。センターバック絶対出ないだろ、こいつ。ボアテング・ベナティア。そうそうたるメンバーいる中で、こいつは出れない。バイエルンじゃ、移籍をお願いするよ。年齢も年齢だ。黒声マジで。よし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 。ピンクナイキ。ピンクナイキ。ピンクナイキ。あれ？デヘア、あ、デヘアいないよ。誰？え？誰？お？オブラック。オブラック、22か。将来性すごいな。オブラックは昨日も頑張ってたよ。ラスト2。お願いします。黒。黒きた！ビダル！ピンクナイキ！ユーバロ？誰？お？フェルナンド。似てるな？あ、ボール出し92やばいな。やばいけど、ラスト。マジでお願いします。マジでお願いします。今日はガチャだけだな。試合できないな。メンテビア試合できない。黒来い！黒。これはないわ。お、引いた。誰？あ、帰ってきた？え？帰ってきた？帰ってきた！今週絶頂？今週絶頂？違うか、グリーズマンは。ちょっといいね、引いたね。もう1000円いこう。今日はもうガチャとコメントでいいわ。試合はいい。試合は明日からやる。あ、引く？あら、買えなくなっちゃった。まあまあまあ、270円ずつ買うみたいなね。そういう作戦ですよ。よし。来い。マジで。マジで。マジでビダル来て。グリーズマン来たからね。流れ来てるよ。とりあえず黒。よし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 。ピンクナイキ！ピンクナイキ！お！いや、これじゃないんだよな。これじゃないんだよ。朝バレだ。くぅ。くぅ。いや、グリーズなんか。ちょっと打ったの後悔してたから、ちょっとラッキー。いやー。ガチャ2回で漫画本1冊買えるからな。ヒーローアカデミア8巻買えるよ。黒、黒、よし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 、ピンクナイキ来ないね。クリシの顔おもろいわ。ラスト行こう。ラストラスト行こう。いやー、一人売ろう。コスト、大事なコストゼロ。あれ売れない？なんで？お？なんで？え？売れるよね？はい。そうでしょ？三角押したら二人以上を選択しなきゃいけないのか。校長ブッフォン見てほしいね。
マジでビダル来て、ビダルのね無回転がやばいっていう話は聞いてるんですよ。お願いします。いやー金っぽいや、なんかこれ金っぽい。やめられねえだろ。いやーめんどくさいなこれ。 4,5 人売っちゃうか。 4,5 人売っちゃおう。ほら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 、この辺。あ、こいつはダメだ。ゆうべゆうべゆうべ AC ミラン、 AC ミラン、シティはダメ、シティはダメ。もうアトレティコとレアルとシティとバイエルンとそんなバカ。パルセン、マルキーニョさんなんかありそう。いや、ライサク、ライサク、ライサクだろ。シティ、ジェノア、チェルチアいる、ミュンヘン、シティ、エシミラン、アバティいる、パラスいる、フィーゴ、クリフビャクいる、マンチェスターシティ、オタメンディね。オルコットも結局いつ買うんだろうな。ババンギタとか速攻売るべきだよな、速攻売るべきだよな。2引こう、2引ける。この2でビダルを引く、この2で俺はビダルを確実に引く。来い、集中、神経を研ぎ澄まして、ベラベラ喋っちゃダメなんだ。集中して、この一押しに全てをかける。わかるかお前ら、それがビダルへの道。あ、来た。いや引けよ、カゼミーロ、カゼミーロ。リアルだといい選手だけどね、試合見るたびに思うわ、カゼミーロ使おうかなって。毎回ね試して売る。ラスト、マジモンのラスト、これいつまでも続けちゃうから。みんな気持ちを一つに、ビダル、ビダル、ビダル、お願いします。ビダル、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 来た来た。いや引けよ、なんなんマジで。もう終わりや、もう無理、もうビダルは諦めるわ。ダメ、なんだ、もうビダルを使わせろ俺に。今日の動画です、今日の動画ですじゃない、今日のコメント。タカさん、タカ伊藤さん、シューキャンをミスって、あ、これ、これは俺コメントで返事したやつだな。渡辺慎一郎、チャマ君の持ちギャグのパー、まあ、持ちギャグじゃなくて、あ、ね、呼吸みたいなもんだけどね、パーですか、それともバーですか。パーですね、まあ、持ちギャグじゃなくて呼吸ですけどね、うん。ウソップさん、クムフなら、ポグバ、カゼミロ、ヤヤトレ、誰がいいと思いますか。ポグバ、ヤヤトレ、カゼミロですね、順番で言えば。元リオン、シュルストレームさん、好きなプレスキッカーはネイマールです。ラッセル・ニシブルクさん、普通に復活しろ、ずっと待ってるんだろ、期待してるぞ。なんかこう、なんか企画やりたいね、普通に配信するんじゃなくて。ケンブリッジさん、本当に駆け引きがうまい、ありがとう。負けたんだけどね。中村さん、6ペンどうやって使ったらいいですか。コンカとね、ペナ内のドリブルはうまいですね。ちょっとスライドが人と違うんで、結構スライドの幅が広いんでね、まあ、グリーズマンも言えるんですけど。川野さん、おすすめの監督はコズレフとヨサアラシルです。ケイクロさん、配信またやってほしいけど24時間はきついでしょ。見に行ったらほとんど寝てるか外出だったから、配信始めの時間決めて配信してほしい。なるほど。北村さん、ファンデルウィール、オーリエ、アバーテ、ダニエルの中どれがいいか。オーリエとアバーテでいいと思うよ、そんなにコストいらない。うん、
でピンポイントで使いたいんだったらファンデルウィールでいいと思う。あ、でもダニーロもファンデルウィールもちょっとあんまりスタミナがないんだよね。も俺も正直アバートで十分だと思うけどね。セナさん、強い人がいなくなるって聞いたから夕方がやったらレート戦越えが来てボコボコにされたまあやってる人はやってる、うん。でも上の人はマジでインテルさん、サクトさん、カールさんとかもそんなやってないと思う。ミーハフレームバックやってんじゃないかな。最近選手動かなかったりパス取らなかったりあるんですけど、スパキャンしすぎとか、いやなんかね、最近先週ぐらいから重いような気がするね。なんか仕様が変わったのわかんないけど、なんかやり心地が違うような気がする。うん。ジャックプッシュさん、上でちょっとやらないと巻きまくるな。じゃあ、でもそれ。もう常にね、日々精進していかないとダメ。ゆき太郎さん、前の動画でテビスの使い方教えてくれてありがとうございます。ロングシュートが入ると言ってたので、打ったら入りました。そう。最高。あ、早川さん、ディフェンスラインは高い方がいいか、低い方がいいか。いや、低い方がいいと思うよ。うん。裏通されるから。だから高いと、このトップとボトム、ディフェンスラインのこの幅が狭いから、その間でみんな、ね、相手チームはパス回さなきゃいけないから窮屈だけど、そんなこと無視してフラスル通されたら終わりですからね。まあでもそれでもできるんだったらそっちの方が強いけど、まあ、あんまりね、ディフェンス上手くないよ、僕は人と比べてっていう人は低い方がいいと思いますね。高一郎、長田さん、長田さんじゃから、毎回楽しく見させていただきます。ありがとうございます。どうやったらそんなに上手くなるんですか？もうやり続けるしかないんですね。経験値ゲーなんで。まあでもやりすぎたらどんな人でも強くなります。もうなんかね、結構来るよ。チャマ君のおかげで1000いけましたみたいな。まあ俺のおかげじゃないんだけど。うん。まあみんながね、頑張って努力して、1000にいけたよって人が結構いい。佐藤さん、ややトレのいい使い方。まあ、ディフェンスじゃないかな。もうガンガン中盤で潰しまくったらいいと思いますよ。うん。オルフェーブルさん、チャマ君は本当にマンユーの監督になって、マンユーファンとしてお願いいたしますということで。監督なのかな？あれ、会長とかが良くない気するけど。選手もそこそこいいもんね。田辺さん、コンパクトレスはどれくらいがいいですか？もう好みだけど、俺はもうマックスにしてるね。もうガッチガチのマックス。うん。いろいろやってね、試してやった、自分に合う、プレイスのタイミングとかやっぱ人によって違うから、自分でね、この距離感っていうのは大事なのがあると思います。あと相手によってもね、やっぱガッチガチにしてても、ね、サイド使われたりとかするんで、サイドをクロスワッカーしてくる人には広く、そういうのもあると思います。とっさんミントンさん、オープンレッグ24時間してほしい。考えてます。宮沢さん、コールオブデューティーやってくださいと。あんまりね、やったことないんだけど。で、やるとしたらね、FPS やるとしたらデスティニーなんだよね。パブロ実況楽しみにしてますということで、始めました。うん。カーンは、まあまあですね。カーンはマジでまあまあ。でも結構使えると思う。全然いいと思うよ。うん。ただ、クルトはブコの方が強いです。エイジルっていいですか？まあいいですね。あそこにスピードとかドリブルで、もうゴリ押しとかを望んでないんで言えば、シュートとパスはあるんで、エイジルいいと思います。くねくねね。ちょこまかドリブルはできるんで、それで1枚2枚剥がせますし。タカさん、ミナンダのガチャもらったから引いたらポグバ出た。おめでとう。ポグバは強い。今週も好調だしね。サネキカ FC さん、コーナーキックの時にイブラをポストに移動させてあのボールを上げるのってどうやってるんですか？L1 を押しながら右スティック、L1 を押しながら、ここね、右スティックこっちでカーソル当てて、そのまま動かして、丸なり、三角なり、バツなり、何でもできる。ミキさん、初心者です。グリズマン出たんですか？ネイマールとどっちが？いや、グリズマン右で使えばいいんじゃないですかね。ネイマールとどっちも使えばいいと思います。まあ、どっちか一つって言ったらネイマールですね。足、虫食い太郎さん、チャム君、京都来てください。遠いな。チャンキーさん、いつも見ています。コメント読んでね。読みましたよ、チャンキーさん。アグエロジャガリコさん、カモの福頃、多分1万円。渡辺健太さん、オブレ君生配信でお世話になった健太です。おう、言ったね。これからもよろしく。カツラや油少なめがいいね。いや、俺、ああ、もう油はね、少なめにしてる、俺も。最近はね、まあ、この体調に合わせて、もうこれはいったるぞっていう時は、固め、濃いめ、多めでいきますね。フェリペって使えますか、川崎さん。あ、使えると思う。背も高いしね、ヘディング結構勝てるから。その辺、他のサイドバックと差別化してるね。やっぱ、使えるかどうかっていうより、なんか、ね、好みなんだけど、好みと対戦相手とか、まあ、その週の傾向、イブラが絶頂だったら、サイドバック、背低くて足速い人とか置いても意味ないし、逆に、ね、ロナウドとか、ロッペンをみんなが対応してたら、そこはね、足速い人。まあ、ロナウドはヘディングもあるから、ちょっと難しいけど、足速い人でアバーテとかオーリーで全然間に合うし、その時の週によって、周りがどういう人を使ってるかなっていうの、時に、こう、選択できるように、それぞれの持ってる自分のサイドバックだったら、この4人の中のこいつはこうで、こいつはこうで、こいつはまあ、背が高いからヘディング強いよね、とか、こいつはピンポイントクロスあるよね、とか、でも、スタミナないよね、とか、特徴ね、覚えれるようにしてください。エイトホーさん、毎日 YouTube で寝る前にチャマンチェスター見れるんで最高。俺も最高。イスコさん、チャマ君でマイクラブオープンとか、うん、やらないね。
白井さん、パーかスンはどっちが強いですか、どっちかではスンですね、これに関しては。うん、まあでも白井さんがパーって言うんだったら、それは白井さんにとってはパーが言うんで、僕はスンですけど、まあ人によってこれもそれぞれ、パーとスンの特徴をね、捉えて、その週に合わせて、使えるようになったらいいと思います。流れ星さん、茶魔族。もうごもっと。あんなミスで負けちゃダメ。やっぱ茶魔くん上でうまい。向井さんありがとう。そういう言葉でね、あ、救われるようになって、よし頑張ろう。うん、モラタ使えますか？絶頂だったら使えるけど、あ、でも普通の時も結構強かったな。ニッシーさん、かっこいいというより可愛い。まあ、どっちも嬉しいな。うん。かっこよくて可愛い。そういうこと。うん。パーサカシーさん、グアルディオラの4141の気温の攻め方はどんな感じですか？グアルディオラはね、知りませんけど。ポゼッションでしょ？中央崩していけばいいかな。うん。あとはもう、基本の攻めっていうよりは、もう前からプレスガンガンして、もうすぐボール、相手のディフェンスラインで回されたりとか、もう相手のディフェンスラインがボール持ってるとき、ボランチがボール持ってるときに、すぐにプレスで、前プレスガンガン攻めて、ボールを取れるようにしないと、で、そっからショートカウンター。まあ、そっから先行かれちゃったら、ちょっとその辺自由にしちゃうと、フラスルで裏、ラインが高いからすぐ抜かれますからね。気をつけてください。まあ、ディフェンスとオフェンスは表裏一体だって、くっついているよっていう、その意識を持って頑張ってください。玉木さん、オプレク24時間生配信またやってください。もう考えてるの。結構やっぱやってほしいなっていう人多いね。ということで結構ゆうたの、あ、ゆうたの実況チャンネルさん、チャマ君いつも頑張って偉いなと、今日も頑張りました、チャマでございます。まあ試合しないけど、最後のガチャみんなに見てもらいたくてやりました。ガチャはまあ GP 貯めてやるぐらいかな。うん、課金はしないかな。うん、毎回言ってるな、でもこれあとビダルだけだから。まあね、もうそろそろ2017の匂いがしてきてますが、最後までチャマウイでやるんで、みんなもやる人はやって、別ゲー行く人は別ゲー行って、また2017始まったら戻っていったらいい。やっぱね、こうあるから、ピークが発売時期こうあって、やっぱ1月2月くらいでこうなんとなっていくから、今年はでも持った方だね。1月ぐらいでね、結構さっぱりみんなやめちゃってたんだけど、今年はもう4月でしょ、持ったよ。チャマが頑張ってみんなでやろうぜって、みんなが一団結してやるから、じゃあ俺もやろうかなって、熱が冷めてないね。これを1年間通してぐーっと慣れてたら最高だね。うん。という感じで、今日の動画はこちら。今週のチャマンチェスターライブアップデートの残りわずか。最後まで楽しみましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。